7話、原作、ルースボーイ、作画、コヤーンによる日本の漫画作品。スクウェア・エニックスの月刊少年ガンガンにて、2016年6月号から連載中。2020年10月から12月まで、全13話のテレビアニメ版が放送された。能力者と呼ばれる特殊な能力を持った少年少女たちがいた。彼らは人類の敵と呼ばれる怪物と戦うため、 孤島の学園に集められ、日夜訓練を行っていた。中島七尾も、その一人であったが、能力を誰にも見せない彼は無能と呼ばれ、クラスの中で、嘲笑の対象となっていた。ある日、二人の転入生が七尾の前に現れた。転入生の一人である、ヒイラギ七尾に、半ば強引に背中を押される形で、七尾は、クラス委員長に立候補した。 他の立候補者二人の戦いを能力で沈めた七尾が委員長に決まった。しかし、その日の学校からの帰りに七尾は七に崖から突き落とされる。実は能力者たちこそが人類の敵であり、七は能力者たちを秘密裏に始末させるために委員会から送られた資格だったのだ。次々に能力者たちを始末する七だったが、もう一人の転入生である小野寺京也から、 疑いの目を向けられるようになる。また、純真な心を持つ犬飼みちると交流することによって、7の能力者への気持ちに変化が生じる。2020年10月から12月まで ATX 他にて放送された。原作漫画の第1話から第28話までの内容が、ほぼ原作に沿った内容で映像化された。最終話もテレビアニメ版独自の結末や、 その時点では解決されていない事件や謎に含みを持たせる演出などは設けられず、原作第4巻、第28話の最後のページの場面で、ラストシーンを終える構成となった。テレビアニメ版の格和サブタイトルは、原作漫画の格和サブタイトルを踏襲したものとなっている。本作をモチーフにした、クリアファイル付き謎解きゲームが2020年10月に発売。 いずれも初心者が1時間以上近く遊べる内容に設計している全2種。ありがとうございます。